どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。今私はですね、両国アパホテルに来ております。まあ来ておりますっていうよりかは、こちらでね、帰国後のね3日間の待機をね行っております。で今ね12月8日の0時ね15分っていう風になっておりまして、本日から3日間、今日カウントするのかな、多分今日カウント入ってると思うんですけど、はい、ですので8から11日まで、こちらのねあの3日間の、隔離をね、行うっていう風になります。でね、今入ったばっかりでちょっとね簡単にルームツアーねしていきたいと思います。入るとねこんな感じになっておりまして、まあ、今回私はアパホテルということでこちらにね3日間お世話になります。で今さっき着いてですね、今ねあの日付が変わった12時15分ぐらいなんですけど、まあ、結構夜なんですけど、あの飛行機が着いたのは6時半なんですよね。ですんで、まあ、だからだと思うんですけど、こちらね今夕飯をもらって、あのこれだけね今やったんですけども、 QR コードを読んで初回登録をして、まあ、体温を送ってね健康報告みたいなのを行いました。で客室にはですねケトルと、まあ、下に冷蔵庫、あと電話、あとメモ帳ですね。でこの後ろにコンセントとLANケーブルがありますね。でこちらはベッドっていう風になっておりまして、まあ本当にね筋トレも厳しいぐらいな客室ですね。はい。でこんな感じになっておりまして、眺望はなんかあるのかな、あこの窓はね開けれないようになってるんですね。これ電気消さないちょっと分かんないと思うんですけど、まあ、多分おそらく私も全然場所分かんないんで、両国のね街が広がってると思います。ちょっと電気消しましょう。はい、電気をね消しました。眺望はねこんな感じです。いやーかなり景色いい方なんじゃないですか。今回ね15階ということで、はい、こんな感じのね景色が楽しめる部屋となっております。こちら両国の街なんですかね、私は全然わからないですけども、まあ、そんな感じの客室になっておりまして、はい。でこちらにですね USB と充電で目覚まし時計、非常灯で、反対側にもね AC が2つあります。あと読書、あのベッドランプがねあって、タオルがねあります。このタオルとか変えてくれるのかな、ちょっともう一回ね後で差し読もうかなと思ってるんですけど、部屋はねこんな感じになっておりまして、私の部屋はねここです。1504号室っていう感じですね。であと浴室ですね。いやいいじゃないですか、ちゃんとバスタブ付きのね、はい、お風呂を用意していただいております。でシャワーですね、まあ、ユニットバスってやつですね。でこちらがシャンプー、ボディーソープ、コンディショナー、あとこちらにハンドソープと、あアメニティもこんだけ揃ってるんですね。いやすげえなすごいな。歯ブラシ、綿棒とかひげ剃り、もう全部ありますね。さすが日本っていう感じです。で上にもタオルがあります。あれ外に置いてあるのは3日間分のタオルってことですね、買えなくていいようにっていう感じですね。であとトイレがあって、トイレにはウォシュレットがついております。いやこれ隔離施設なんですか、すごくないですか。でテレビがですね、これ何インチだろうな、多分50インチぐらいありそうなテレビ、東芝製です。まあ、こんな感じのね、客室となっております。いやかなりいいですね。まああのこの入り口部分を使えばね腕立てとかもできそうなんで、まああのさすがにねここにずっと3日間ねお部屋からね出ることができませんので、ちょっとね軽くでも運動をねしたいと思います。ということで今からね夕飯をね食べようと思います。ちょっとこんな時間なんですけど、あの6時半に着いて、あのお菓子とかね売ってる自販とかあったんですけど、食事っていうものはねないんですよね。ですので結構お腹空いたんです。ということでちょっとね夕飯いただきたいと思います。ちょっと待って、ここにもなんかあるあちょっと待ってください。そっか、コーヒーマシンがないからここに入ってるんですね。コーヒーカップとかグラスで、ドライヤーで、これはティッシュかな、はい、であとLANケーブルとかもついてる。へえすごっ。このコーヒーとかどうなんですかね、1日1本で我慢しろっていう感じですかね、ちょっと分かんないですけども、
まあなんかリクエストしたらもらえそうな気もしますけど、ちょっとここら辺はよくわかんないですね。どういうシステムになってるのか。まあとりあえずね、言われるがまま利用したいと思います。いや、ありがたいですね。まあ冷蔵庫は何も入ってないと思うんですけど、はい、冷蔵庫からですね。あ、何、パジャマまであるんですかすげえ。いやー、すごいですね。ということで、こちらにね3日間お世話になります。ということで夕飯にいたしましょうかね。それではね、夕飯いただきたいと思います。こちらお弁当です。すごい大きい、ずっしりしてます。あとまさかのね、こちら豆腐のお味噌汁。いや、これめちゃくちゃ嬉しいですけど、ちょっとこれ隔離施設ですかっていう感じのあれですね。メニュー見ましょう。一緒に、非常に美味しそうですよ、はい、お米、梅干しで、青じそドレッシング付きのサラダ、あとこれはナムルですかね。あと酢豚とコロッケとたくあんと豆腐の味噌汁ということで、いやーすごいなこれ。私もあの脱税してるわけじゃなくて、まあ税金を納めてるんでね、まあいいんですけど、すごくないですか。ちょっとね、びっくりしましたよ。このちゃんとしたお食事に、すごいですね。こんなのがいただけるんですか。まあ食事、これ有料じゃダメなんですかね。有料でも別にいいと思うんですけど、あ、でもなんかそういうことするとあれなのかもしれないですね。買いに出ちゃう人とかいるのかもしれない。あ、お金なくて食べれなくてみたいなことを言い出す人が出てきちゃうのかな。わかんないですけど、でもすごいですねこれね。あ、お金ないんで食べれなくてみたいな、体調崩しますみたいな、そういう人も出てきちゃうのかな、わかんないですけども、これすごいな。ではいただきましょう。まだね、ちょっとなんだっけ、ケトル沸いてないですけども、先にいただいちゃいましょう。いや、これ12時にねいただく夕飯、ちょっとあれですね太りそうですね。いただきます、ご飯から。うん、まあ、もちろんあったんじゃないですけど、この食事がいただけるってすごいですね。こんな豪華なのが毎食来るんですよね。うん、めちゃくちゃうまいです。酢豚もすごい美味しいです。いや、すごいなこれ、うん、ピーマン見せずに食べてたダメですね、カメラに向かないと。うん、ナムルとかね、めっちゃうまいですよ。これがコロッケですかね。うん、あ、コロッケめっちゃうまいですね。あとはお豆腐のお味噌汁もできそうだ。いや、これ贅沢だな、これ隔離ホテルとは思えない。あ、いや、この時間の味噌汁とかめっちゃ染みますね。うん、めっちゃうまい。いや、めちゃくちゃうまいですね。それではあとはサクッといただきましょうかね。ひとまずね、非常にご飯は美味しいんで、はい、3日間美味しく食事ができそうですね。でもう12時過ぎておりますんで、あとはゆっくりねいただきたいと思います。ひとまずね、3日間ね美味しい食事がいただけそうですね。いや、非常にありがたいですね。ということで、とりあえず食べてですね、今日のところは休みましょうかね。もう12時過ぎているというふうになりますんで、今からご飯食べてお風呂とか入ったら多分ね1時半とか2時ぐらいになっちゃうと思うんで、ひとまず今日は寝て、明日からね編集頑張ってやりたいと思います。それはですね、今お風呂に入って歯磨きをして、ちょうどね夜中の1時半ぐらいになりました。ということで今日のところはね、ちょっと編集とかねしようかなとか思ってたんですけど、やはり今日はちょっと厳しいなと思って、今日寝て明日からね、もう完全この部屋からね出ない生活になりますんで、明日からね鬼編集していきたいなと思います。ということで今日のところはね休みます。まあ、あのこういうねアパホテルのね浴衣みたいなのももらえるんですよね。まあ、私あの ANA のねこれファーストクラスのズボン、あのズボンファーストクラスの、あのパジャマでいただいたズボンと、
まあ、上もねそれ着てて、この T シャツはまあ自前のやつなんですけど、まあこっちね着ることもできるんですけど、なんかはだけそうでね、ちょっと風邪ひきそうなんでこっちにしておきます。ということで今日のところはおやすみなさい。おはようございます、2日目の朝になりました。まあ一応正確にはね、隔離は今日から開始っていう風になりますんで、一応カウントはね今日から、今日12月9日なんですけども、今日から9、10、11っていう隔離の日程になります。で、11日まで隔離なんですけど、解放されるのは11日の夕方の4時とか、まあそのぐらいなんですよね。ですので、その、まあ、実質には2日半、まあ、2日半っていうとあれかもしれないですけど、11日の夕方の4時ぐらいにね、解放されるそうです。で、今両国にいるじゃないですか。で、11日に検査をして、まあ、出れるみたいな感じなんですけど、まあ、そこからですね、そのまま解放されるんじゃなくて、羽田空港の入国した場所って言ってたんで、おそらく国際線ターミナルに移動して、そこで解散みたいな。いう感じらしいですね。でね、お話しきた。お食事の配達が完了した。マスクを着用し、ドアを開け、ドアが閉まらないようご注意の上、ドアノブにかけられているお食事をお取りください。大丈夫ですかね。まあこんな感じですね。アナウンスが入って、でアナウンスが入ったら、まあアナウンスが入ったらっていうか、まあアナウンスは配達完了なんで、まあ、私ねさっきゴミを廊下に出すらしいんですけど、出したらねもう届いてましたんで回収したんですけど、この回収する時だけ、まあ、ドアを開けていいと。でその時にはマスク着用みたいな感じで、でゴミ、あのね、このお弁当のゴミはね廊下に出すらしいんですよね。はい。でまあ、ゴミ箱はね普通にあるんですけど、まあ何ていうか、これ生ゴミになるじゃないですか。まあ衛生的に良くないということで、袋を縛ってドアの外に出すという感じなんですよね。で朝起きたらですね、こちらのね、あの健康調査っていうのをね、ここに QR コードを読んで、でここで、まあ、読んでポチポチしていくと、まあ、健康観察のやつがあるんで、こちら体温計ですね。体温計で体温を測って、まあ、それで体温を入力すると。いう感じですね。これがね、昨日の夜の入館の際には、起きたらやってくださいと。ということで、私ね、ちょっとね、本当はね、6時半に起きる予定だったんですけど、はい、今ね、9時半ということで、かなり寝坊しました。で、昨日のね、入居の担当者の方、まあ、昨日遅かったんでね、入居したのがね、12時過ぎてましたんで、まあ、私、まあ、その時聞いた話だと、まあ、今日は遅いんで、起きたら何時でもいいからやってくれという話で、まあ、起きたら何時でもいいんだなと思って、まあ、9時過ぎに起きたんで、9時過ぎにこれやったら、その5分後ぐらいに電話かかってきて、入れましたかって電話かかってきて、で入れましたかって電話かかってきて、あ、入れましたよっつって、6時から8時の間に入れてくださいって言われて、昨日起きたらでいい、何時でもいいから起きたら入れてって言われたから、まあ、9時半に入れたんですけど、まあ、ちょっとよくわかんないですけど、ちょっと言うことがちょっとバラバラになってるんで、なんか人によってなんかあるのかもしれないですね。とりあえず明日からは6時から8時までに入れて、そうすればね、多分電話はかかってこないと思いますんで、まあね、あの迷惑をかけないようにね、したいんでね、頑張ります。ということで、本当にね、お食事動画になりそうですけど、はい、今回の朝ごはんは、お水と青りんごゼリー、あとちゃんとスプーンまでついてすごいですね。あ、アパホテル特製本日の朝食って書いてあります。本当にすごい。何これ、ちゃんとね、アレルギー成分表まで書いてありますよ。すごいな、これ。何度も言いますけど、ここは隔離ホテルですからね。皆さんにお見せしましょう。今日のお弁当は、よいしょ、はい、こんな感じです。
鶏肉とさつまいものサラダ、大根、あとこれは煮物かな、大根とさつま揚げっぽいやつ、あとは卵焼き、ご飯、あとひじきということで、めちゃくちゃ美味しそうですね。はい、あとはおりんごゼリーとお水。なんかこの隔離ホテルの食事も隔離ホテルの場所によってね、なんかあれが違うらしくて、メニューがね全然違うらしくて、私のところはですね、この天然水一本なんですけど、なんかジュースとお味噌汁とお水と、なんか結構さらにパワーアップしてる食事がねあるそうですね。まあ本当にね、あの日本政府の人本当にすごいですね。ありがたいです本当に。はい、いただきます。本当にありがたいですけど、これはねもうちょっと簡素化していいと思いますね。まあだから政府が出すから、まあ、健康面にも配慮した、また大人の男性の方、まあ若者、まあ全体的に含めてね、たくさん食べる人を考慮した、まあ、この食事メニューをね歌ってるか、その対応してるんだと思うんですけど、いやこれすごいですよね。うん、はい、ということでいただきましょう。でもあれなんですよね、この部屋にアルコール消毒スプレーはないんですよね。うん、まあおしぼりはついてくるんですけどね、このおしぼりがあれなのかな、アルコール消毒系なのかな、あんまりスースーしないからあれですね、自分の使おうかな。よいしょよいしょ。いや、この本当にね、アルコール消毒スプレーとアルコール、まあこれティッシュみたいな、まあこれ100均で売ってるやつなんですけど、32枚入り、私が使ってるのは、はい、本当にね、めちゃくちゃ重宝しますね。本当に何度もこの動画で言ってると思いますけど、海外は日本みたいにね、アルコール消毒スプレーが置いてない。飲食店でもまあおしぼりを配る文化はないんでね、まあ、そのなんでかわかんないですけどね、こういう時期でもないっていうのはちょっと驚きですけど、はい、いただきます。チキンです。うん、あとは何でしょうか、大根の煮物いっときましょうか。はい、大根の煮物です。うん、味しみしみでめちゃくちゃうまいですね。ひじきあって、うん、おしゃもおいしいです。そんなもんですかね。あとゼリーいただきましょうか。青りんごゼリー、非常に美味しそうです。はい、いただきます。うん、見る前から絶対美味しいやつって分かりますよね。うん、いや非常に美味しいですね。うん、そんなもんですかね。ひとまずサクッといただきたいと思います。それではね、ご飯を食べ終わりましたんで、ちょっとコーヒーをね入れます。ちょっとね、今ね、あのこのねレギュラーソリビルネスカフェコーヒー、これちゃんとね3本配布されてるんですよ。でね、これね足りなくなったらね電話すれば、あの持ってきてくれるということで、すごいですよね本当に。ここは隔離ホテルです。いや、なんかもう隔離ホテルなのになんか待遇が良すぎてすごいですよね本当に。ビビりますよ。前回の動画でねお話できなかった部分がちょっとありまして、今回のね ANA のフライトで、まあいろいろね、あのお見せさせていただいたんですよね。あのお子様のおむつから離乳食、あと何があったかな、まあそういったあの乳幼児の方、お連れの方のねサービス、私もね知らなかった部分すごい多くて、あんなにたくさんあるっていうことも、ね、全然知らずにいて、私も2019年にね、あの子供連れてハワイ行ってますけども、いや本当にね何にもいらないんじゃないかぐらいのねサービスの手厚さにねかなりびっくりしたんですよね。まあそういったものを見せてもらったり、あとベビーベッドね、まあつけられる数とかね、あの場所とかはまあ限られてるわけなんですけども、まあ指定してくれればね使えることができるということで、あれもね本当に私行きのねエコノミークラスのハワイ線ね、本当に子供連れて子供寝なくて本当にきつかったんですよね。それを知ってればね本当にめちゃくちゃ楽に行けたんじゃないかなと思って、でですねまたいただいてしまったんです。ちょっとリボン取っちゃって申し訳ないですけど、こんな感じでいただきました。いやありがたいですね。
まあ、これからまあ私が隔離されることをね、あの皆さん知ってますんで、あのよかったら隔離先でいただいてくださいということで、すごいんですよ量が。まずミックスナッツ、いやありがたいですね。これ食べるとお酒飲んじゃう、飲みたくなっちゃう。であれなんですよ、私ねいいと思ってたんですけど、なんかいろんな話を聞いてて、この隔離施設ね、お酒は OK とか、まあタバコもあの言えば吸わしてもらえるとかね、まあ、いろんな噂、まあ噂っていうか多分どんどん運用変わってってんだと思うんですけど、まずあの全面禁煙です。タバコ吸えません。この3日間についてはタバコをやめてくださいって言われてます。まあ私タバコ吸わないんでね、まあ、昔は吸ってましたけど、もうタバコ吸ってないんでタバコは吸えません。でお酒もやめてくださいっていうことです。まあこれはね正直、まあ、お酒に関してはすごい緩いです。緩いっていうか、まあ、あの免税品で皆さん買われるじゃないですか、お酒ですんで。私も免税品のお酒そこに村を置いてありますし、で私この隔離施設でねお酒はダメだって思ってなかったんで、まあ飲めればいいかなと思って JFK でお酒買っちゃったんですよまあ飲んでないですけどね。はい、ですんでまあお酒をやめてください、まあ一応やめてくださいって書いてあるんですけど、そこまでねあの免税品で買ったものを預けるとかね、まあ、そういう子までね厳しくはされてないですけども、まあ、一応ねあのやめてくださいっていう話で書いてあります。まあ、多分あれでしょうね、泥酔されたりするとね困るからだと思うんですよね。まあ人はあの酔っ払って制御聞く人が、ね、ほとんどだと思いますけども、うん、まあこうやって隔離されてますからね、うん、ストレスが一気に出てね、あのトラブルになったりするとね困る部分もあるんで、こうなってるんだと思います。ちょっと話はそれましたけど、キットカット4ケアキットカット、はい、2つで玉ねぎのせんべい、はい、あと次はマヨネーズ味のせんべい、はい、次はポテトチップスで ANA のおしぼりが3つです。はい、いやおしぼりねめっちゃ嬉しいですめっちゃ嬉しい。あのアルコール消毒スプレーがねこの部屋にはないんで、まあ、手洗えばいいんですけども、ちょっと手洗って物出して食べる前とかにちょっと拭きたいですよね。でこれはねポーラの、これ何のやつでサービスされたやつか分かんないですけど、ポーラの乳液ですね。ちょっと乾燥ひどいんで毎日塗っていきたいと思います。でこちらはチョコレート、これなんかコーヒーかなんかについてくるやつですね。はい、いただきました、いつかのタイミングで。であとレモンのこれクッキーですかね、クッキーだと思います。あと ANA のあられ、これあれですよね、美味しいやつですよねこれね。いやこれとか本当にめっちゃお酒飲みたくなりそうならないかな。あと ANA のティッシュ、 ANA の生入りのティッシュ、いやこれちょっとね使わないで大切に取っておきましょう。あとねここら辺からねすごいんですよ、見てください。この ANA のこれは付箋かな、うん、あちゃんと ANA のね飛行機になってます。ちょっと映るかわかんないです。ここちゃんとね ANA の飛行機になってますね。これは嬉しい。でこれですよこれ、はい、ANA のボールペン。これ昔のバージョンと今違うのか、これねちゃんとあれなんですよ、消せるやつなんですよ。だからちゃんといいやつなんか昔ねあのアメリカ入国って昔申請書を書く、まあ今もう変わって書かなくなったんですけど、何にもいらないですよ。もうパスポートだけ持ってもう税関と税関というか入国審査を受けるんですけど、昔は書いてあの日本に帰ってくると同じように書いてなんか一緒に紙出すんで、その時にボールペンで結構もらったりしてたんですけど、変わりましたね。変わったのか、いやでもこれいいやつは多分配ってるやつとはまた違うのかもしれないですね。これは非常に嬉しいですね。であとアルコール消毒スプレーじゃなくてアルコール消毒シート、いやこれもめちゃくちゃ嬉しい、これもめちゃくちゃ嬉しい。でこれ ANA のね生入りの ANA ケアプロミスのマスク、これね本当に耳痛くなんなくていいんですよ、すごいですよね。でこれがまた嬉しいんですよ、見てください。これやばくないですか、このポストカードエアバス380です。しかもフライングホヌ3機乗ってます。いやこれめっちゃ嬉しい。もうね最近いろいろいただいてますんで、もうコルクボードを貼ってね全部飾りたいですね。
あともう一個はボーイング777ですね。出して300の、はい、ポストカード、いやー嬉しいですね。はい、こういった感じでですね、いろいろ紹介していただいてありがとうございますということで、こういった形でねいただきました。いや本当にね、紹介していただいてではないんですよね紹介させていただいてありがとう、こちら側がねもうお礼を言いたい感じなんですけど、こういった形でねプレゼントをいただきまして、本当に NH109 便のね CN メザも本当にありがとうございました。楽しいね、本当に楽しいフライト、はい、なりましたね。オーロラも見えましたし、乳幼児の方のねサービスも見れて、で乳幼児の方のベッドね、あれもすごかったですよね。はい、あれもね見させていただいて、あれわざわざねセットしてくれたんですよ。はい、お時間あるんでみたいな感じでね言っていただいたんですけども、だって本来やんなくても別にいいじゃないですかね。ですけどもね、あそこまでサービスしていただいて本当にねありがたい限りですね。本当にありがとうございました。まあ私のね微々たる発信力ですけども、はい、こういったサービスもありますんでね、お子様連れね、またお子様がちっちゃければちっちゃいほどこの海外旅行の路線っていうのはハードル上がると思いますんで、ぜひね活用していただければなと思います。まあちょっとね数に限りがあるので、まあこう言っては何だと思いますけども、早いもん勝ちになると思いますんで、もう機内入った瞬間にね、ベッドに関してはもう予約の段階からで、あとサービス品に関してはできるだけ早めに言っていただければね利用できると思いますので、ぜひ覚えておいてください。ちなみにここら辺にちょっと写真載せておきますけども、乳幼児の方用の、まあ、おむつとか輸入食とか飲み物とかいろいろありましたけども、あれね全部無料ですんでね、はい、すごいですよね。はい、ぜひ活用していただければなと思います。ということでコーヒーが入りました。これねコップにまでねアパホテルの名前入ってるんですよ。すごいですね、びっくりしました。これ何のマークだろうと思ったらアパホテルのマークでしたね。あ、うまい。あ、いいですね。いやすごいですねこの隔離ホテル。うん、多分ねこの後、あ、そうそう、で3日間の待機について、この3日間の待機があるじゃないですか。でその後11日間の自宅待機が待ってます。全部で2週間ですね、全行程で。で11日間に関しては、まあ、自宅であったりね家族の家だったり、まあ、そういった場所で隔離っていった形になります。あれみたいですね、自宅とかそういった場所の隔離はあれなんですよ、完全隔離じゃなくなるんですよ。今もう完全隔離じゃないですか、もう部屋から出ないでください、ご飯も運びますみたいな感じなんですけど、その11日間に関しては違うみたいですね。私みたいに家族がいる方は別にね、帰って家族の方が、まあ、夕食を作ってとか買ってとかねできると思うんですけども、一人暮らしの人はねそんなことできないじゃないですか。ですので生活必需品の買い物の外出だから、レストランに買い物、テイクアウトかな、まあ、そこはね多分ねまた出る時に詳しくもらうと思うんですけど、レストランのテイクアウトだったり、まあ、あとスーパーの買い物とか、あとはまあ病院とかも、病院とかもまあそうですよね。まだ本当に生活必需品、薬局とかね、まあ、そういうものは行っていいみたいですね。だからコンビニとかですんで、完全隔離ではなくなるみたいですよね。あ、そうなんだと思って、まあ確かにそうだろうなと思って、だからあれなんでしょうね、この今3日間ここにいますけども、やっぱりこのコストがかかるからまあそうなってるんでしょうね。うん、これはねすごいですもんね。うん、本当にすごい、びっくりしました。実際に自分がねこの状況に来て、こんなにいろいろサービスしてもらえるんだと思って、テレビもあって、ネット回線もあって、でご飯もちゃんと用意されて、こういったコーヒーとかもねちゃんとサービスがあり、本当にアパホテルに普通に泊まってんのと一緒ですね。うん、で移動するじゃないですか、羽田空港に3日間の隔離後戻されて、そこから、まあ、各ね私の場合は自宅行くわけなんですけど、その時に公共交通機関を使えないんですよ。電車、タクシー、バス全部使えないと。ですんで、まあ、基本的な人はねレンタカーになるんですかね。はい、私もレンタカー手配してね帰ろうかなと思ってまして、私もね後でねアメプラのコンシェルジュに頼もうかなと思ってまして、ハイヤーでいくらなのか、あとはタクシーじゃない、レンタカーか、レンタカーでいくらなのか。まあ幸い私はね神奈川県に住んでますんで、まあ羽田空港からであれば車で多分1時間ちょっとぐらいで帰れるんですよね。
あ、まあ空いてればによりますけれども、ですんで、まあ、空いてればね、まあ、1時間ぐらいなら多分そんなにかかんないと思います。1万とか乗り捨てでも1万5千とかもかかんないと思うんですけども、これあれですよね、これ地方に住んでる方きついですよね。どうなるんですか、沖縄とか住んでる方どうなるんですかね。公共交通機関を使わないと帰れないじゃないですか。こういう人どうなるんだろうな。まあそういった人にはまた配慮があるのかもしれないですけども、うん、私みたいに神奈川に住んで、まあ関東圏とかね、まあ大阪とかも大変だと思いますけども、うん、まあ、ちょっと分かんないですね。うん、距離が遠くなればなるほどレンタカーを借りる期間も長くなるし、ね、そこにはお金がかかるんで、なんか対策あるんですかね。ちょっと住んでるところでね、こんだけ費用が変わってきてしまうのはちょっとね、あれですね、どうにかならないですかね。まあ、どうなってるのかちょっと分かんないですけどね。っていう感じですかね。ひとまずね、あのこういったね手配もね、アメプラのコンシェルジュに頼めるっていうのは本当に超楽でいいですね。うん、後で連絡してメールで回答もらって検討したいなと思います。はい、そんなところでしょうかね。ということで今ね、もう朝の何時だろう、今10時ぐらいになったかな。はい、10時ぐらいになりました。はい、ちょっと今からね編集頑張っていきたいと思います。それですね、ちょっと今からねアメプラのねコンシェルジュディスクにですね、レンタカーの手配もしくはねハイヤー、まあハイヤーの方が高いと思うんで、まあレンタカーになると思うんですけども、ちょっとね手配お願いしようと思います。ちょっとね電話かけますね。あ、もしもし。今ですね隔離を、受けてまして、その際の帰る交通手段としてハイヤーか、もしくは羽田空港国際線からレンタカーのね手配をお願いしたいんですけども、ちょっとその見積もりをですね取っていただいてメールでね、返信いただけますでしょうか。はい、はい、よろしくお願いします。これはあれですかね、普通にあのメールを待ってそれをもし使う場合はメールで返すみたいな、そんな感じでいいんですかね。あ、わかりました。じゃあとりあえずあの、はい、よろしくお願いいたします。失礼します。ということで非常にね簡単でしたね。まあおそらくね、まあ、ハイヤーは高いと思うんで多分3万とかね4万とか取られちゃうと思うんですけど、レンタカーだとね、私はまあ神奈川っていうこともありますんで1万5000とか1万円とかで済むんじゃないかなとか、結構高く振ってるんですけど、どうでしょうかね、もっと高かったりするんですかね。まあまあまあ、とりあえずね返信待ちたいと思います。あとあれを聞き忘れたわ、手荷物宅配ですね。まあ、せっかくなんでね、スーツケースはまあ別にいいのか。うん、まあでもレンタカー屋さんから家帰るじゃないですか。その間、まああるかないかって言ったら、スーツケースはない方がいいですよね。スーツケースあれしちゃいましょうかね。手荷物宅配サービスですね。まあ一応ね、今国際線で絶対帰ってきたら隔離があるんで、その日の搭乗便で物を送るってできないじゃないですか。まあ多分ね、日付、その隔離後の日付でね、利用できると思うんですけど、それ聞き忘れちゃったな。それもね聞きたいと思います。家までねそのまま車で行け帰れる人、まあだから自分の自家用車とかでね来られてる方はね、まあ楽、いいと思うんですけども、まあ私みたいにね結局レンタカーの会社、まあ乗り捨てでね地元の駅から家帰るわけなんですけども、まあ私ねもう一個リュックがあるんで、まあリュックだけで帰れるんだったら、まあそんなありがたいことはないんですよね。わざわざねスーツケース引いてね帰るよりかはね幾分楽になりますし、まあ8割ぐらいスーツケースなんか洋服なんですよね、真冬なんで。はい、ということなんで、それもねちょっと後で確認したいなと思います。多分日数ずらしてサービスしてくれてると思うんですよね。だってこれ当日じゃなきゃダメみたいな感じだったらもう使い物にならないですもんね。ということで、それもねちょっともう一回後で電話してね聞きたいと思います。で今ね時刻は12時5分ということで、そろそろねお昼のね多分アナウンスがねそろそろあるのではないかなと思います。ということで、もうちょっとしたらねお昼いただきたいと思います。それではお昼になりました。ね8時12時18時にねご飯のね時間らしいんですけども、あれみたいですね、ちょうど10、まあそれがね配り始める時間みたいな感じで、だいたいそれから1時間後にね
ドアを開けるとご飯が届いてるっていう感じですね。で、今日のお昼のメニューは唐揚げのおろしあんかけ、焼きうどん、海藻コーンとオクラのさっぱりマリネ、8品のごぼうあえ、ご飯そのもの、デザートサラダメランジェということで、デザートまでついてる、すげえ、本当にすごい。こんな感じになってます。いや本当にすごいな。ではいただきます。あれなんですね、お昼と夜、朝とお昼はね、あれがつかないみたいですね、スープみたいな。うん、まあ全然いいんですけど、夜だけあのお味噌汁みたいなね、つくんですね。よいしょ、ではいただきます。いや本当にね、こちら唐揚げです。唐揚げ、はい、美味しいですめちゃくちゃ美味しい。もうジャパンクオリティですね、本当に。うん、本当に美味しい。で、今回のね、お水はなんとアパホテルの社長さんの、アパホテル社長さんウォーターですね。いや、ありがたい。ちょっとアパカレーっていうのもね、ちょっと食べたことがないんで食べてみたいですね。私、アパホテルって多分泊まったことないと思うんだよな。あの、東横インはね、泊まったことあると思うんですけど、アパホテルは多分ない。海藻サラダ、うん、うん、あ、さっぱりしてて美味しい。これあと、これはなんだ、焼きうどん。いやーすごいですね、本当に非常に美味しいですね。うん、あとはなんかあれか、ごぼうサラダの、ごぼうサラダね、はい、ごぼうサラダ、うん、めちゃくちゃうまい。あ、これデザート、これデザートだと思う。これ何なんだろうな、これデザートとしか書いてないな。抹茶のパンケーキみたいな、ちょっとわからない。うん、中にカスタードクリームが入ってますね。これなんて言えば、今川焼きみたいな感じですかね、のクリーム。今川焼きで中がね、カスタードクリームがね、そんな入っている。まあ、一応抹茶色してるんですけど、味はね、普通のカスタードの味がしますね。てな感じでございます。いやー、これね、本当にジャパンクオリティですね。本当にすごい美味しい。うん、こんな食事を毎回いただけるなんて本当にめちゃくちゃありがたいですね、これね。ちょっとね、これはね、やりすぎなんじゃないかって思うぐらいですね。ということで、サクッとね、いただきたいと思います。非常にね、美味しくいただいてますけども、本当にここで食事をして、ここで仕事をして、4歩でトイレに行けてほとんどね、はい、動かないですね。これはやばいですね。ちょっとね、運動をね、ちょこちょこしていかなきゃいけないですね。ひとまずまだね、編集が終わってないんで、ひとまずね、仕事を頑張りたいと思います。こんばんは、ジャックバスです。今時間はですね、夜の10時半でございます。ね、お昼食べて18時半ぐらいまでずっと編集して、またこの体勢のまま寝てましたねで、寝てまして、で、この体勢で寝て、パッと起きて、あ、もう寝てると思ってベッドに移って、さらに寝ましたね。はい、時差ボケに合ってますね、完全にということで、今ね、10時半なんですけども、はい、今お弁当をね、はい、ゲットしましたので、お弁当をいただきましょうかね。長ネギのお味噌汁、やっぱ夕飯だけこのあれが入るんですね。はい、アパホテルのアパさん、アパ社長のお水、ありがとうございます。で、今日の夕飯メニューは、ローストポーク、玉ねぎソース、白身魚のジェノバ風ニョッキ、ナスとインゲンの揚げ浸し、ボイル野菜、白いご飯、焼きおにぎり、赤飯、デザートということで、白ご飯、焼きおにぎり、赤飯、デザートということで、あら、何これめっちゃ可愛いじゃないですか。すごいですよ、これ見てください、この可愛いお弁当、すごくないですか。
小分けにされちゃって、まあ、これとお味噌汁、はい、長ネギのお味噌汁ね、いや本当にありがとうございます。ありがたくね、いただかせていただきます。ではお味噌汁を沸かします。ではいただきます。今日は長ネギとわかめのお味噌汁からいただきます。めちゃくちゃうまいですね。すごいですね、本当に、うん、こういったね、あの成分表みたいなのもちゃんと毎食ついてきて、まあ、これを見上げてるんですけど、こんな感じでね、あのアレルギーとかの有無もね、ちゃんと丸で書いてあるんですよ。私エビ食べれないんでね、こういうのすごいありがたいですよね。誤って食べちゃうとね、まあ私はその重症はそんなしないと思うんですけど、ちょっと息苦しくなっちゃうんでね、うん、またそれでね、動けなくなったりするとね、あのご迷惑をかけちゃうんでね、本当に分かりやすくていいですよね。焼きおにぎりめっちゃうまいです。こちらね、お野菜かな、あ、うまっ、うん、これ揚げ浸しですね、はい、うまい。こちらね、ローストポークです。ローストポークってこんな手に込んだ料理すごいですね、本当に。電子レンジで温めるときは蓋を外してくださいって書いてあるんですけど、電子レンジはないですよね。え、私見つけられてないだけであんのが、いや、ないですよ、ね、これあれかな、電子レンジあるようなところを言ってるのかな。電子レンジあるようなところもあんのかな。これでも電子レンジあったら本当に家ですよね。手厚すぎてね、本当にびっくりしてますよ、私は。非常に美味しいですね。はい、ということで、お食事はこんなもんです。いやね、本当に編集します、編集しますって言ってね、はい、編集はしてるんですけども、ちょっとあれですね、なかなか終わらないですね。ひとまず、まあもう今日ね、多分4時間か5時間ぐらい寝ちゃったんで、まあ、深夜までね、作業して頑張りたいと思います。おはようございます。本日2日目の朝でございます。昨日の夜、時差ボケで寝てしまって、まあ、食事を撮影して、まあ、あれからですね、ずっと編集して、先ほどやっとね、終わりました。まあ、1本終わっただけで、全然あの全部が終わったわけじゃないんですけども、まあ、ひとまずね、1本出来上がりましたんで、今から食事をして、ちょっとね、寝たいと思います。で、今日の食事はホットドッグ、チキンナゲット、フムスのミックス野菜メランジェ、スクランブルエッグル、バジルポテト、ピクルスデザート、サラダメランジェとお水でございます。ということで、なんか今日はこんなね、ランチボックスに入ってるんですよ。はい、あ、ちょっとこうか、はい、こんな感じのランチボックス、非常におしゃれ。あら、ちょっとね、一回転しちゃってるんで、ちょっとあれしてますけど、まさかの毎日メニュー違うんですね。いや、これはびっくり。私メニュー一緒だと思ってました。めっちゃ気使われてますやん。お水がね、どんどん溜まってっちゃうんで、お水、昨日のお水飲みましょう。いただきます。ではいただきますかね。いや、すごいですね。毎日メニューが変わると思ってなかったんで、本当にありがたいですね。いや、でも私みたいに編集してるじゃないですか、私は。ですんで、あの退屈っていうことは基本的にないんですよ。眠いか仕事するかお風呂入るかみたいな感じなんで、退屈することがないんで、状況的にはね、辛いとかないんですよ。言ってしまえば、家でいるのと家にいる時と何にも変わらないんで、やってること、まあ、 あの家にいる時は食事する時に、まあ、移動したりしますけど、そういうレベルなんで、これ何にもない。あ、でもどうなんですかね、今 Amazon プライムとかそういう端末とかで映画とかも見れるから、そこまであれなのかな。まあ、テレビもね、ありますしね、うん、まあ、人によりそうですね、うん、苦痛な人はマジで苦痛だと思いますね。窓も開けちゃいけないんでね、うん、これが窓開けていて、またちょっと変わるのかもしれないですけどね。ということで、いただきます。ホットドッグ。
めちゃくちゃうまい。めちゃくちゃ美味しいです。ポテトサラダ、これはかぼちゃのサラダかな。うん。あ、美味しい。あと今日デザートはね、今日デザートはオレンジですね。あとフライドポテト。あとチキンナゲットもあります。ということで、あとはね、サクッといただきたいと思います。で、アメックスのね、プラチナコンシェルジュから連絡が来ておりまして、ハイヤーで頼むと、羽田空港から私、神奈川県のちょっと端っこの方なんですけども、35,000円。高いですね。ハイヤーだとね、高くなるかなと思ってたんですけど、やっぱり高いですね。ハイヤーだと35,000円。で、レンタカーだと、私ね、1時間ちょっとぐらいで帰れるんですよ。ですんで、まあ多く見積もって3時間だったかな、うん、レンタカー料金、まあそれを乗り捨てで借りる、まあ、それでね超安かったんですよ。私が自分で調べてなんか結構いろんなとこ見たんですけど、まあ一番安くて1万円ぐらいだったんですけど、アメックスのプラチナコンシェルジュすごいですね。8200円だったかな。非常に安いですよね。いや、ありがたい限りです。ということで今回はね、アメックスのプラチナコンシェルジュで、レンタカーね、まあ、もう手配、返信して、もう手配ね、完了しております。ですんでね、いや、ここね、結構ネックだったんですよ。乗り捨てって基本的に結構高いんですよね。乗る場所と返す場所が違うやつね。結構高いんですよね。ですんで、ここは結構ネックだったんですけども、まあ、8000円ぐらいでね、利用することができるということで、かなりありがたいですね。ということで、私は、今日11時だから、明日か。明日の夕方16時ぐらいにね、フリーになって、まあその後羽田空港でフリーになって、で、手荷物宅配ね、どうやら使えるそうなんで、手荷物宅配寄って、で、レンタカー借りて帰るという感じになります。ということですね、結構スムーズにね、帰れそうで非常に良かったです。このレンタカーがね、2万とか3万とかかかったら嫌だなと思ってたんですけど、まあ8000円ということで、かなりありがたいですね。それはですね、ちょっと食事いただいて、体にはちょっと良くないんですけども、少しね、休みたいと思います。ということで、あとはね、ゆっくりいただきたいと思います。おはようございます。ただいま午後の6時過ぎでございます。いや、完全にやってしまいましたね。寝すぎてしまいました。もう完全に昼夜が逆転してしまっております。今夕方の6時で、本当に起きたもんね、30分ぐらい前に起きて、あ、結構寝たなと思って、いやでもそんな寝てないだろうなと思ってパッて時計見たら5時過ぎてましたね。あれ、完全にやってしまった。寝たのがね、朝の9時ぐらいなんで、8時間ぐらい寝てます。そうですね。いやー、ちょっと戻さないとまずいですね。もうね、今日12月10日なんで、今日明日隔離終わるんですよ。しかも4時ぐらいに退所しなきゃいけないんで、でそれ前にね、あれがあるんですよ、検査があるんですよ。ですね、今日ね、頑張って早めに寝なきゃいけないんですけど、いや、寝れるかな、ちょっと不安ですね。まあ今朝ね、体温報告ってこう毎日やんなきゃいけないんです。これだけやって、まあ寝たわけなんですけど、あとね、やることってほとんどなくて、MySS ってアプリはね、ここにあると思うんですけど、まあこれ経由で、まあ電話みたいなのがかかってくるんですよね。この電話がかかってきた時に、これポチって出ると、クレジットカードの申し込みの時みたいに人のマークが出て顔をこう合わせるやつあるじゃないですか、本人確認の、まあ、それが出てきて、まあ、背景明るくしてね、こうやって撮って、まあ、背景と顔、まあ、背景、まあ、待機場所登録みたいにするんで、まあ、それで多分背景と場所を合わせてるのがちょっとどうかよく分かんないですけど、人の顔はまあまだしも背景なんて家でもね、どこでもちょっと場所変われば変わっちゃうんで、顔と場所、まあ GPS であれしてるんだと思うんですけど、まあ、それで30秒だったかな、顔こうやって合わせて止まって、だからそれ本当にそれだけなんですよね。ですので朝6時から9時までのこの対応報告と、その前 SOS のね電話が来たら対応すると、本当にそれだけ
それ以外に特になしっていう感じで、まあ、この MySOS のその電話は、まあ、いつ来るか分かんないみたいな、まあね、そういった感じになってるらしいんですよね。非常に簡単で分かりやすくていいと思います。で、今ね、夕飯が届きました。まあ、私ね、9時に寝ちゃったんで、今日お昼ね、食べてないんですよ。お昼完全に食べ損なってしまいましたね。はい、多分かかってたと思うんですけど、多分回収されちゃったんだと思うんですよね、申し訳ないことに。食べたかったんですけど、まあ、今2食食べてもよかったんですけど、今取ろうとしたらですね、もうあの回収されてしまってたんで、まあ、こればっかりはどうしようもないですね。ということで、あ、そう、もう夕飯の時間帯なんで、はい、長ネギの味噌汁、クリスタルガイザー、水まで種類変わるんですね、結構必要あります。毎回アパウォーターじゃダメですか。またこのすごい仕切られてるやつ、お弁当です。入ってるものは、今夜は豚肉のすき焼き風、ブリの生姜焼き、ベーコンとおからの和え物、メンマと、もやしとメンマの中華風、ボイル野菜、白ご飯、焼きおにぎり、赤飯、デザートということで、非常に美味しそうです。今日のね、あの、あれはデザートあれですね、大福ですね。これね、多分大福だと思います。いいですね。では、お湯を沸かして、あ、びっくりした、すいません、1個ね、あの健康報告を忘れてました。この MySOS にですね、健康報告っていうね、通知が来るんですよ。で、健康報告っていう通知が来まして、これを来ると体温計で測って体温をね、で37度5分以上ある場合は、これはね、本人または同居されている家族で発熱している人がいるかと、まあ自分を含めてね、まあ私は今隔離施設なんで、まあ今はないですけども、まあ、自宅に帰ってね、36度6分打つのかな、このちっちゃいの微妙、映ってます？はい、36度6分ですね。はい、で36度6分、発熱している方いらっしゃいますか？いい、健康状態変更状況悪い人、あ、ごめんなさい、ちょっとケトルの音が鳴ってますね。症状ありますか？いいえ、回答完了ということで、健康報告完了でございます。いや、本当に毎回ね、お水、お茶も、あ、お水か、お水がもらえるんですごいありがたいですね。仕事してんじゃないですか、私ここで。で、エアコンここにあるんで、めっちゃ直撃でエアコンずっと当たってるんですよ。ですね、まあ加湿器とかはね、ないんで、いや、本当お水がたくさんもらえるのは非常にありがたいです。私、自宅で基本妻と子供と暮らしてる時に夕飯作ってるのは私なんですよ。こんなに美味しいね、お弁当を毎食食べてると、自分の作るあの夕飯に戻りたくないですね。毎回メニュー変わるし、めちゃくちゃ美味しいですよ、本当に。ということで、いただきます。ブリの生姜焼き、ブリって生姜焼きできるんだ、初めて知ったわ。今度やってみよう。あ、美味しい。いや、めちゃくちゃ美味しいですね。はい、ということで、あとはゆっくりいただきたいと思います。いや、本当に今日どうにかして寝ないと。明日ね、あれなんですよ、明日ね、 PCR 検査も確か唾液かなんかあるんですよね。うん、11日のスケジュール、朝の6時50分までにドアノブにあの検査キットを配布してるんで、取って、朝食前にこれやんなきゃいけないんですよね。で、6時50分までに配るから、7時までに容器に唾液を採取しておいてください。で、検査官の方が部屋まで取りに来てくれるみたいですね。それが終わったら、そうそう、それの後対処バスが16時頃運行予定ということで、まあその時間になったら電話が来て、まあ対処するっていう感じなんで、だからあれですよね、朝6時にぐらいに起きといて、で、そこでまあスタンバって唾液の採取を行って検査して、で、もうそこからはもうあれですよね、もう昼食べ終わったぐらいにはもう PCR 検査の結果を待ちつつ、パッキングを行ってもう出れる状態にしといた方がいいですよね。まあ、検査はどのぐらいかかるかって正直全然わかんないんですけど、早まったら早くなるらしいんですよね、帰りも。検査時間および当日の交通状況によって出発が前後する場合がありますって書いてあるんで、うん、
いやもうちょっと早く起きるつもりだったんですけどね。寝れるかな夜。一応寝ようと努力はしますけど、5時まで寝てましたからね。これはまずいな。てな感じで、いやこの隔離中にね、運動しようとかここで腕立てしようとかすげえ言ってましたけど、あの編集に追われて全然そんな時間ないですね。まあ今ね1本仕上げてもあげましたけど、まだ全然あのニューヨークの滞在の動画全然終わってないんで、頑張ります編集ここの待機中のね動画ね、作る気なかったんです本当は。うん、だって本当に変わり映えしないじゃないですか。あのまあ食事は変わりますけど、やることって言ったらこの中だけのスペースだし、まあ、私の場合はね、まあ、編集ねするから、まあ、仕事はあるにしても映えもクソもないじゃないですかしかも37歳男の子の隔離生活をね送るってめっちゃシュールですよね。まあ、一応リクエストがありましたんで、まあ、私はもうリクエストがあればね、一人でもあれば動画作ろうかなと思ってるんで、私はいいんですけど、これ再生されるのはまあひとまずね、うん、この隔離施設の隔離で自宅にぐらいまで帰るぐらいまで動画にしようかな。うん、もうちょっとどこまで動画にするかね、わかんないですけど、まあ、まあホテルがどうなってるかとかね、まあ皆さん気になると思うんですけど、あれめちゃくちゃ快適なんでね、うん、本当にめちゃくちゃ快適、住みたいぐらい。これで洗濯機があれば生きていけますね。今この部屋には洗濯機がないんでね、お洋服は手洗いするしかないですよね。うん、てなところですかね。はい、とりあえずご飯食べ終わったらね、風呂入ってもうちょっと寝ようとして、まああと3時間でも5時間でも寝て、まあ夜中に起きるみたいな、それでもいいんですよね。うん、それが一番いいかもしれない。もう結構寝てるんで、プラス3、4時間か5時間ぐらい寝て、そのまま夜中からずっと起きるぐらいだったら、明日のね体力そんな消耗しないと思うんで、それでいきましょう。とりあえずご飯終わったらね、もう一回寝ようとしてみます。ちょっと寝れるかどうかわかんないですけど。おはようございます。今ね深夜の2時半ぐらいになりまして、あれからですね無事ねお風呂に入って歯を磨いて、ちょっとね寝ることができました。ですんで、まあこのままね朝を迎えて、でそのまま検査で対処っていった流れにねしていきたいと思います。で今ねコーヒー入れたいと思います。ちょっとこの隔離施設のホテルって本当によく分かんなくて、事前情報全然なくて、まずまあ無料なんだっていうのはねなんとなく聞いてたんですけど、あの持ち込んでいいものとかダメなものとかね、うん、まあ、食事はどんな感じなのかみたいな、まあ、自分ちょっとね全然情報なくて、どんな感じなんだろうなと思ってたんですけど、食事もめっちゃコンビニのお弁当じゃないですからね、うん、多分あれはどっかのお店のお弁当ですね、うん、私はコンビニのお弁当とか本当に昼とかカップラーメンとかなんじゃないかなと思ってたんですけど、全然そんなこともなく毎食とても美味しいですね。お湯少ないパターンかもしれない。ああちょっとお湯足りないかも。あ、なんとかいける、なんとかいける、よし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 。てな感じでコーヒーをちょっといただき、これねケトルで入れるとね本当に激アツなんですよまあ当たり前なんですけど、熱湯なんて少なめに入れてお湯を足してた、お水を足してという感じでいつもいただいてます。これはですね隔離施設のライフハックですねマジクソどうでもいいですね。ということで今からですね編集頑張りつつ朝を迎えて、まあ、そのままね対象っていう流れにね撮っていきたいと思います。でもうねレンタカーも手配できておりますので、あとはパッキングして、あとお部屋をねきれいにして、あの分別をねお願いしますっていうのをね、あのどっかの紙に書いてあったと思うんで、まあ、しっかりね、この多分消毒とか多分入ると思うんで、まあ、その方たちにねあの迷惑にならないようにちょっときれいにしてからですねホテル対処したいと思います。ということでここで生放送とかちょっとしたかったんですけど、ちょっとねお時間が取れなくて申し訳ない限りですね。まあ今深夜2時半なんで、さすがに今からやるわけにもいかないんで、
申し訳ないですけど、ちょっと生放送はね、また時間があったらね、やりたいと思います。ということで、編集ね、まだまだ残っておりますんで、頑張りたいと思います。コーヒーめちゃくちゃ美味しい。よし、頑張ります。ということでね、今ね、何時だろう、7時半ということで、今ね、検査キットが配られましたということで、取ってね、採取して、提出ね、したいと思います。まあ、提出するというよりかは、まあ、取って、まあ、保管して、そしたらね、係員の方が取りに来るそうですね。まあ、それまではここに、まあ、保管しておくという感じになります。まあ、唾液の検査ということなんで、こちらはね、あの羽田空港にね、到着した時の検査も唾液の検査なんですよね。あの鼻にスッスッスッとかやるやつじゃなくて、まあ、唾液を溜めて、まあ、提出するっていうね、感じの検査となります。それはね、ちょっと取っていきましょう。よいしょ。こんな感じの検査キット、これはもう本当に羽田空港で配られたと同じやつです。うん、はい、こういう感じの、まあ、私の名前とかもね、ちゃんと書いてある。これ隠した方がいいのかなよくわかんない。はい、こういう感じの、こういう感じの、うん、こういう感じのね、はい、やつに、このね、これ、これが一緒についてくるんで、ここにつけて、まあ、唾液をね、この、見えるかな、見えないかな、まあ、見えてますよ。この黒いラインまで入れて、保管しておくと。これどうやって保管しておけばいいの。まあ、でも、これ、蓋閉まるんでね、まあ、入れて保管しておきましょう。まあ、これを後で回収しに来ると。で、これで検査結果が出たら出れるっていうか、まあ対象になるっていう感じですね。ということなんで、今ね、バンバン編集してるんですけど、ひとまずこれ入れたらね、クッキングしましょうかね。まあもちろんこれからまだ朝ごはんまだなんで、朝ごはんと、まあ、12時にはね、多分お昼ごはんが来ると思います。まあちょっとこれはね、あのどんな感じになるか分かんないですけど、対象は検査結果が早かったら昼は出ないんですかね。ちょっとそれはちょっと分かんないですけども、ひとまずこの検査ね、はい、唾液採取したいと思います。検査を提出して、で今から朝ごはんですね。今ね9時49分ということで、あれですね、検査の関係もあって朝食はね遅れてる感じですね。よいしょ。まあこればっかりはしょうがないですね。多分中の人たちは相当大変だと思います。よいしょ。ということで、いただいていきましょう。また今日も美味しそうな食事、毎日違いますからね。イワシの勾配煮だってのかな、卵焼き、レンコン梅に加え、ビビンバ、サラダ、きのこご飯、漬物、デザートということで、よいしょ、こんな感じになってます。いや、非常に美味しそうですね。ということで、いただきましょう。深夜の2時からね、起きてますんで、お腹はめっちゃ空いてますね。なんかあれみたいですね、今ね、成田空港着の人たちがかなりね、遠くまで移動させられてるみたいですね。ツイッターとかでね、話題になってるんですけど、仙台とか中部国際空港とか、もちろんあの成田に行ってから、あのチャーター便みたいなのでね、あの移動してそっちの隔離ホテルにね行くみたいな、そんなね情報がツイッター上に出てますね。どうやらね、隔離ホテルがだいぶ足りなくなってきてるのと、なんか一応あれみたいですね、タバコ吸う人と吸わない人でホテル分けてるっぽいですね。なんかタバコ吸うって言うと、横浜の東横インだったかな、新横浜の東横インか、なんかそんな感じでね、振り分けられてるみたいですね。これはキュウリ、レンコンの梅肉揚げの、あ、これキュウリじゃないかな、オクラかな。あ、これ美味しい。この梅肉揚げめっちゃ美味しいです、レンコンの。うん、めっちゃうまい。酸っぱくていいですね。ご飯もめっちゃ美味しいです。成田到着してからまたね、飛行機で移動って大変ですよね、本当に。で、仙台とかだと寒そうですね、ちょっとね。まあちゃんとしたホテルにね、入れてもらえるんだったらあれなんですけど、なんかね、大学の寮、どこだと和光市かなんかの大学の寮とかにね、行かれてる方も、隔離ホテルね、指定されてる方もいらっしゃるみたいですね。ちょっとあれですよね、寒いのはちょっときついですよね。これがビビンバですね、ビビンバ、はい、非常に美味しそう。うん、やっぱり美味しい。こんなところでしょうか。あと卵焼き、大きい卵焼きがドスンとあります。うん、ということで、あとはね、サクッといただきたいなと思うんですけども、
どうやらね、羽田空港に到着してる方はね、そうでもなさそうなんですけど、成田空港にね、到着されてる方は結構ね、そう、移動だったりですね。そうですね、移動ですね。結構移動伴うことがね、多くなって、だから成田の方のこの隔離ホテルがね、羽田より多分国際線到着多いと思うんで、その関係だと思うんですけども、大変みたいですね。ですね、これはこれから海外行く方はね、まあ、しばらくこのオミクロン株ってのは、大変だと思いますんで、あれした方がいいかもしれないですね。羽田着選んでた方がもしかしたらいいかもしれないですね、うん、ちょっとこの動画はね、出る頃にはちょっとどうなってるかわかんないですけども、まあ話を聞く限りね、ほとんどの方が成田到着の人っていう感じですね。まあ待ってる間もね、羽田空港すごいね、普通の148番ゲートかなんかが、まあ、それになってるんですよね。ですんでゲート付近なんで、まあ、お手洗いももちろんありますし、充電スポットもね、各椅子っていうか、まあ、ソファー、3人掛けのソファーがババって並んでると思うんですけど、まあ、それもありますんで、その待っている間もね、結構設備っていうんですか、うん、携帯が使えなくなったりするときついじゃないですか、退屈もすると思いますんで、まあ、そういう心配はね、羽田空港にはないんですよね。で、成田空港とかのね、映像とか画像とか見せてもらいましたけど、一人掛けの椅子にずっと並んで待ってるみたいなね、それきついですよね。その羽田空港の3人掛けのソファーとかあると、私はまあ普通にあの PC エリアみたいなところで普通に編集してたんですけど、普通にね、あの寝てる方とかもね、3人掛けなんで横になれますよね。そうやって待てるのやっぱりいいですよね。ですんで、もしかしたら羽田空港選んどいた方がね、良かったかもしれないですね。ということで、私の方は食事をいただいて、ちょっとね、さっき終わった後パッキングしようかなと思ったんですけど、ちょっとね、編集が結構いい感じでサクサクってやってたんで編集してましたということなんで、ご飯終わったらね、パッキングね、していきたいと思います。それではですね、時刻は13時過ぎになりました。お昼がね、届きました。今回もアパホテルの社長さんのお顔入りのお水と、すごいニンニクの匂いだ。今日はうどん、かき揚げミックス、海藻ミックス、鶏そぼろ、キムチ丼、漬物、デザート、サラダメランジということで、キムチ丼の匂いがすごいのかな。今からね、GoPro に切り替えてますんで。はい、こんな感じになってます。うどんと漬物、これが鶏そぼろ、キムチ丼。キムチ、あ、これにキムチの味がついてるのかな。で、サラダと、うどん、天ぷらっていう感じですね。あとね、これもあります、アセロラゼリーということで、まあ、今のところね、検査結果とか全然わかんないんでまああの、もう私服に着替えてね、あのパッキングも終わって、もう完全に対処する気満々ですけど、今のところなんかあの3時ぐらいにね、出れるという話で、それからあの話が変わってないんで、予定通り行けばね、それで出れるのではないかと思います。まあ、こればっかりちょっと分かんないですね。検査結果次第ですね。ということでいただきましょう。いや、まさか最終日はうどんっていうね、いいですね。私麺類大好きなんで。じゃあとりあえず、キムチそぼろ、鶏そぼろキムチ丼。はい、いただきます。うん。うまいっす。初めて食べました。そぼろになってるキムチ丼、あとこのわかめうどんいただきます。はあ、久しぶりにうどん食いますんで美味しいですね。これは天ぷらね、あとサラダ、これもいただいておきましょうかね。アセロラゼリー、うん、あ、美味しいこれ。うん、ということで、あと2時間ぐらいで、え、あと2時間ぐらいか、だいたい2時間ぐらいで対処となる予定でございます。ひとまずね、もうこのパッキングも済ましてしまいましたので、あの編集用のね、データとかも全部ハードディスクに入ってるんで、繋がないとね、あの編集もできないんで、まあ、しばらくね、最後の滞在楽しみたいと思います。ということで、サクッと食べてちょっとゆっくりして対処ね、したいと思います。ということで、時刻はですね、4時59分です。今日ね、電話で一回説明された時は、3時ぐらいに、まあ、退所になるという
話だったんですけど、でまた詳しい話は連絡しますみたいな感じで、まあそれからね何の音沙汰もなくこの時間になっております。あのレンタカーの予約はね6時ということで、あの結構困ってますねいや7時にしとくべきだったのかな、いや6時で行けると思ったんですけどね。でね結構ね外が物々しい音をね結構してるんですよ。だから他の部屋の人とかねもう出てきてるんじゃないかななんて思ってるんですけど、いまだにねこの私の電話はね鳴かず飛ばずなんですよね。いやーどうなりますかねちょっと全然わかんないですけど、ひとまずね待つしかないんで、もうかれこれ待ってね2時間3時間ぐらい経ってるんで、そろそろ電話鳴らないかなと思いながらね、いやーどうしましょうかね、早く、まああのどっちかというとレンタカーですよね。うん、もう1時間も切ってしまって、両国から羽田空港って何分かかるのかちょっとわかんないですけど、出るのになんか手続きとかいりそうじゃないですか絶対。ですんでね、まあ多分十中八九間に合わないんじゃないかなと思ってます。まあ別にお金はあのもうあのキャンセルできないやつなんで、まあプラス1時間で多分、まあ、1万ぐらいになっちゃうのかな、わかんないですけど、まあお金払えばなんとかなるかなと思いますんで、まあ、ひとまずねできることは待つしかありませんので待ちたいと思います。それではただいま17時47分です。もうレンタカー屋さんに連絡して8時までしかやってないそうなんで、8時台に行きますみたいな感じで、まあできるだけ早く行きますみたいな変更しました。もうね廊下でもういつまで待たせんだよみたいな怒号が聞こえてまあそうなりますよね。電話もらった時今日は3時に対象みたいな、まあもともとマニュアルには16時って書いてあったんで、まあ1時間ぐらい早いね、おすごい早いじゃんと思って、私もそう思ってたんですけど、まああの蓋を開けてみればねこんな感じになって、今もなんか怒鳴り声が聞こえてきましたね。いやでもね3時に出れるって言って結局まだ出れないですからね、これはちょっと怒る人もね出てきちゃいますよね。いや私ももっと編集してればよかったな、こんな遅いんだったら。パッキングすると同時に私もね仕事ができなくなっちゃうんで、もう困ってる次第なんですけど、いやもうね多分隣とこの隣多分女性の方だと思うんですよね、はい、まあ、どのぐらい距離離れてるか分かんないですけど、ずっともうね多分廊下でねドアの前で多分喋ってんじゃないですかね、ずっとねなんかやり取りしてる声がね聞こえて、たまに男性の声で怒りの声が聞こえてる感じですね。いやーちょっとどうなりますかね、まあ、ひとまず待つしかありませんのでね待ちたいと思います。今日出れればね別にいいです。まああの最悪もう今日出れなくても別に明日の朝とかでも別にいいですはっきりしてほしい、うん、ただちょっとねお腹すいたっていうのはありますけどね、はい、ということで待ちましょう。それではどうもチャックバスです。今時刻はですね18時49分でございます。いやちょっとね日本レンタカーの受付時刻が羽田空港国際線8時なんですよ。で一応ね日本レンタカー、あ日本じゃないトヨタレンタカーかな、ちょっと電話しなきゃいけないんで、ちょっとあんまあと大体何時間ぐらいかかるのかね一応聞いてみたんですよ。電話しなきゃいけないんでね、はい、ということで電話したらですねあと1時間ぐらいかかるということなんですよね。いや別に待たされるのはね私全然いいんですけど、あと1時間ぐらいかかるってことはまあ多分8時に羽田空港国際線間に合わないですよね。これ間に合わなかった時どうなんですかね、羽田空港に泊まっちゃっていいんですかね、公共交通手段を利用しちゃいけないんですよ。なんで、まあ、レンタカー借りてたわけなんですけど、まあ、レンタカー代とかは別にいいんですけど、オペレーターの人も間違いなく日本人の方じゃなくてこっちもいっぱいで分かりませんみたいな感じだったんでまあ多分ね相当数の苦情が今入ってると思うんで、まあ、別にお金はまあしょうがないなと思うんですけど、レンタカーの受付が受けれないってなるともう交通手段なくなりますよね。当日ハイヤーとか注文できるのかな。いやでもそれやったら多分5万とか多分いきますよね。さすがにそれは厳しいですよね。いやーこれはね
なんで午後対処に、なんで夕方対処にしたんでしょうね、これね。あれだったらもうなんかね、今日の検査で、で結果出て明日の朝対処みたいなね、まあ、そんな感じにすればね、よかったと思うんですけどね。皆さんどう思います？いや、私はね、この施設非常にね、あの快適でありがたいんで、あの むしろあの夕飯さえ出してくれればね、まあ、夕飯さえ出してくれればっていうか、まあ別に買ってもいいんですけど明日までいさせてもらえるんだったら別にそれでもいいんですよね。もう7時なんで、はい、まあレンタカー屋さんには今電話してね、どうにか明日から2時間みたいな感じでね、あのお願いすればいいだけなんで、まあちょっと追加料金かかるかもしれないですけど、それでもいいんでね、ちょっとこれは厳しいですよね。多分ほとんどの人がレンタカーを手配してて、でなおかつレンタカー屋さんに間に合わないからどうすんねんみたいな感じになってると思うんですよね。で、あとはあれですよね、夕飯ですよね。本当に怒号がね、さっきから聞こえてて、腹減ったみたいなおっしゃる通りですみたいな感じなんですけど、まあ、あの昨日までの夕飯が、時間帯が8、6時なんで、もう過ぎてるんですよね、はい、配布時間が。大変だと思うんですけどね。ちょっと夕方対処で、しかも15時アナウンスをしてしまってる以上ね、まあ、怒る気持ちも分かんなくはないですよね。いやー、ちょっとどうしますこれどうなるんですよね。羽田空港一泊していいのかな。いや別に空港泊していいんだったら全然私は空港で泊まっても全然いいんですけど、明日の朝レンタカー借りて帰りますんで、それはいいんですけど、強制ハイヤーだけはちょっと厳しいな。どうにかしてほしいですね。それだけはどうにかね、看板にしてほしい。むしろもうここにもう一泊させてくれないかなって今お願いしたいぐらいですね。オペレーターの人も、今偉い人電話してるから後で電話かけさせるから名前教えてって言われて、歳ですかって感じだったんですけど、いやあと1時間かですんで、多分、まあ、出れてもまあ8時ぐらいでしょうね、ここを出れるのは。ってことなんで、羽田空港に到着するのは多分9時ぐらいでしょうね。いや、まあ電車で帰っていいってことは多分絶対ならないと思うんで、乗り合いハイヤーでお金を出してくれとかね、まあ、そういった可能性があるのかな。ちょっと全然わかんないですけども、でも空港泊だと空港泊でちょっと問題ありそうじゃないですか。一応公共施設なんで、だからあれですよね、まあ、最悪あの、あでもあそこに戻っちゃダメなんだね、あの検査場とかに戻っちゃダメなんだよね。あそこに戻ったらまた検査しなきゃいけないですもんねいやこれ大変だな、本当に本当に本当に大変だと思います。ということで、あと1時間ですね。まあちょっと待ってましょうか。どうです、見えますかね。もう私はね、怒鳴り声が聞こえて、ここから何何みたいな感じで、まあ見えないんですけどね、はい、ということで、ただいまの時刻はですね、夜の8時半です今の状況としては、バスが来たっていう連絡もない、弁当も来ない、コールセンターもつながらないと、3拍子揃ってたんですけど、今なんとですね、夕食は届きましたいや、いいんですよ、いいんですよ。私はもう一泊ここに泊まっても全然問題ないので、全然ここにいいんですけども、もうどうやらね、皆さん勝手に部屋を出て、本当はね電話が来て、まあ、それで行くんですけど、もうね皆さん電話を待たずに、あの入り口に殺到してるみたいですね。はい、私は普通にあの出たいんで連絡を待ってるんですけど、まあ予定3時ですからね、で今8時半ですからね、気持ちは分からなくはないですよね。まあこれからどうなるんでしょうね、本当にね。果たして羽田空港に送ってもらえるのか、果たして羽田空港からその先は私たちはどうすればいいのか。もうこのまま夕食出しちゃったんだったらね、もう一泊延長みたいな対応でいいんじゃないですかね。ダメなのかな。多分明日から入ってくる人とか、多分今日の夜あの消毒して明日から使うみたいな、なんかあんのかもしれないですね。全然お湯わかんねえな。まあ、とりあえず先いただきましょうか。 GoPro なんで画質が悪いですけども、はい、こんな感じになってます。メニューはですね、
豚肉のホイコーロー、白身魚の味噌冷暗焼き、蒸し鶏と玉ねぎの梅肉和え、揚げ出し豆腐、ボイル野菜、白ご飯、いなり寿司、チャーハン、デザートということで、非常に美味しそうですね。はい、ということで、いやまさかの今まですごいね滞りなく来たね、まさかの最終日でこの状況。とりあえずね、レンタカーは明日の朝にね切り替えました。でレンタカー屋さんね、トヨタレンタカーさんだったと思うんですけど、ありがたいことにですね、だから今日羽田空港に帰ってどうやって帰るのか、まあなんていうんですか、ハイヤーを借りて帰るか、もしくは空港泊していいんだったら空港泊する、まあこのホテルがねあと一泊できなかったらの話ですけど、まあいろんなね状況は考えられると思うんですけど、まあ、そうなった時にですね、一応明日のね予約に振り返っておいてくれて、まあ、もしねもう夜帰って、まあハイヤーとかね、まあそういう手段で帰ったとするじゃないですか。そしたらまあ明日連絡くれればキャンセル料なしでね、キャンセルさせていただきますということで、マジ神対応ですね、トヨタレンタカーさん、本当にありがとうございます。いや本当にね、最初6時予約からの8時予約の翌日朝ですからねいやもう本当にね、私もコールセンター電話してましたけどね、繋がんないですからね。うん、1回中国人の方出ましたけどね、その後ボスから連絡するっつって、それっきりかかってきてないですね。もうそういえば電話切れる説が向こうであるかもしれないですねもう今ね多分いるうち勝手に皆さんね出て下に行ってるっていう話なんで、まあもうあれですよね、多分1階は無法地帯になってるんじゃないですかね。一応ね羽田組と成田組いるみたいですね。うん、まあ、ちょっと私はもう本当に穏便に帰りたい、何かの、まあ、トラブルとかに巻き込まれず普通に帰りたいですね。私はいいんですよ、別にもう一泊したってこのホテルが使っていいんだったらね。多分それもダメなんだと思うんだよな。だったら多分もうちょっと早い段階で、だってもう8時半ですからね、うん、多分ダメだったらもうちょっと早い段階でね、うん、ダメだ延長みたいな感じそうもいかないか、みんな帰れると思ってるからあれなのか。いただきます。うん、美味しい。これ蒸し鶏と玉ねぎの梅肉和え、あ、めっちゃ美味しい。てか寒いなと思ったら暖房入れてねえんだ。昼間はね結構あったかいんですよ、日差しがねめっちゃ入るんで。ですよね、この格好してると暑いぐらいなんですよ。だからずっと T シャツあったと思うんですけど、いなり寿司もめっちゃ美味しいですね。こちらはチャーハンです。うん、チャーハンうまい、うん、めっちゃうまいです。毎食6時だったんですよ夕食が。ですので今もう8時半なんで、もうペースで6時の腹、6時で腹減る体になってるんで、結構辛かったですこの2時間。多分入り口に殺到してるっていう話は聞いたんですけど、入り口に殺到したところでバス来てるんですかね、ちょっとそこら辺が全然わかんないよね。でも3時に出れるっつって今8時半、これはちょっと良くないですね。ちょっと何があったのか聞きたいですよね。運ぶバスがなんかトラブルがあったとか、検査所がトラブルがあったとか、なんか情報が欲しいですよね。何にもの説明もなく、もう予定出る時刻からもう4時間半ぐらいか経ってますんで。でも普通に電話来てね、下に行ってるっていう方もね中にはいらっしゃるみたいなんですよ。だからそれもよくわかんない、それが成田だからなのか何なのかとかちょっとわかんないですよね、うん、まあいずれにしてもね、うん、私が問い合わせた時6時半ぐらいで、バス来るまであと1時間かかりますって言って、もう2時間経ってるんでちょっとなんかトラブってるんでしょうね、うん、まあ、このまま風呂入って寝るっていうのもありですかね電話かかってきてね、風呂入ってる間に出てくださいとか言う。でもちゃんとスタンバっとかないと、多分下行って大型バスで移動するんで誰か一人足りないで多分出れないんですよね、うん、そうなった時になんか風呂とか入ってると長時間かかるじゃないですか。そしたらまたそれではそれで人様に迷惑かかりそうなんで、もう8時半だから明日の朝一に切り替えてほしいですね、うん、ってな感じで、あとはねゆっくりいただきたいと思います。
あ、味噌汁うま。果たして何時に出れるでしょうか。まあ、こっからとりあえず羽田空港まで1時間かかりますからね、まあ、1時間ぐらいね。で多分出るのにもう多分、お、来た。はい、あ、もう用意して下降りていいと。わかりました、はい、ありがとうございます。お、連絡がねリアルタイムで来ましたね、はい、あとね 3,40 分バスかかるらしいんですけど、下に降りていいそうなんで、まあ、ちょっとちゃちゃっとね食べて下に行きたいと思います。下どうなってるんですかね、まあ、とりあえずあの急いで食べてね、あの 3,40 分かかるからまあ大丈夫だと思うんですけど、まあ、サクッと食べていきたいと思います。ということで、まあ、とりあえずね延長はなさそうですね。